このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星。チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマン星です。今回はアユが解禁のシーズンになってきましたので、まあ買ったのは洋食なんですが、アユの煮干しを作って、あのラーメン清流坊のラーメンを作っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。今回はラーメン清流坊の濃い口醤油ラーメンとそれにまつわるラーメン2種を作って食べ比べする研究をしていきます。ベースになるスープを作ります。前回の薄口醤油ラーメンで神田師匠よりもう少し澄んだスープのイメージだと思うとダメ出しが出たので、今回ひなり地鶏のガラと国産豚のひき肉で澄んだスープを作っていきたいと思います。ネギ、ニンニクを入れ、ボコボコ沸かさないように4時間ほど煮ていきます。濃口醤油ラーメンといえば牛のヘッドなので、それを煮ていきます。牛すじの脂身の多い部分を焼いて油を出して、そこにニンニクを入れて揚げ焼きをしていきます。足らない分の油は牛脂を溶かして補う感じですね。ここに、まあ、脂身が多いバラ肉を入れてさらに油を出していきます。もうなんかこのまま食べたい感じですね。ここに少しスープを入れて、みりん、醤油、たまり醤油を入れて加えて煮ていきます。まあ、このまま圧力鍋で煮込んで、このままベースの濃い口醤油の返しにしようと思います。蒸気が出始めてから10分ほど煮込み、火を止めて圧力を抜いてそのまま冷やしていきます。一晩冷やすと上の方に油の層の膜ができるので、それを外していきます。まあミスター実行でもなんかこういうのありましたよね。一度ザルでこしてこっとりとした醤油ラーメンの返しを作ります。残りの牛すじは水を加えて沸かしていきます。塩コショウした豚バラ肉にフライパンで軽く焼き色をつけていきます。これをさっきの牛すじの残りに入れてチャーシューを煮ていこうという寸法ですね。再び圧力鍋で蒸気が出てから15分ほど煮込みます。減圧してから蓋を開け、チャーシューも煮え、牛すじも原型がなくなるくらい柔らかくなってますね。これを別の容器に移し替えて冷やしておきます。熱湯を仕上げていきましょう。さっき上に固まってた油の鍋に入れて、ニンニクを再び入れて揚げ焼きしていきます。このまま浮かしてもいいんでしょうが、固形の方が雰囲気が出そうなので、まあ、ここは神田師匠の背脂の代わりにラードを溶かして天かすに吸わせるギミック背脂の技を使わせていただきます。このニンニクを揚げた牛の脂を天かすに吸わせ、ギミックヘッドを作ります。天かすに溶かした牛脂をよく吸わせ、軽く返し用の醤油も入れて混ぜておきます。これを冷蔵庫に入れて冷やしておきましょう。それではベースのスープの方をこしていきます。今回は結構澄んだ感じに仕上がってるんじゃないでしょうか。あれ、アユ入れたって思ったかもしれませんが、こっから研究するために今回は別にしています。この濃い口醤油ラーメンには清流坊の品川店の店長安本が横領のためにアユの煮干しを片口イワシの煮干しに変えた冷華版が存在します。今回はアユとイワシの両方を作って食べ比べ、本当に違いに気がつかないのか検証したいと思います。昆布、貝ひも、干し貝柱を入れ、片方には煮干しを、片方の鍋にはアユの煮干しを入れて1時間ほど煮込みます。アユの方は圧力鍋に入れてますが、圧力はかけないで煮ています。それではスープを煮ている間にチャーシューを切ったりネギを切ったりしてトッピングの下準備も進めておきましょう。牛すじを煮た醤油の返しにアユの出汁のスープを加え、さらにチャーシューと牛すじを煮た油を加えてこってりと仕上げていきます。さらに天かすで作ったギミックヘッドも入れて、これでも変わってぐらいこってりにして熱々に沸かしておきましょう。熱々のスープを丼に入れて、細麺の北海道小麦の麺を加えていきます。麺線を整えつつトッピングしていきましょう。ラーメン清流坊濃い口醤油ラーメン完成です。それでは早速食べていきます。いただきます。とっても美味しいですね。澄んだスープと牛脂のこってりがマッチしていて、もうめちゃくちゃ美味しいです。これ確かに鮎の風味は見事に消えてるけど、これで流行ったのは納得できるうまさですね。この細麺との相性も非常にいいです。作中では味のわからない素人が好む下品な味付け扱いでしたが、そんなことはないと思います。
まあ僕が素人なだけかもしれませんが、このラーメンが850円で食べれるならば普通に通いますね。まあ清流母がこれで人気になったのは納得できます。こんなに美味しいラーメンを出してるのに創業者があんまり認めてないなんて、なんて日だ。さっきも軽く言いましたが、この濃い口醤油ラーメンには、まあ愛の煮干しの風味がわからないのをいいことに、イワシの煮干しに変えて応量していた時の廉価版が存在します。今回はそれも検証していきましょう。比内地鶏と鶏ミンチのスープに煮干しを加え煮ていきます。ここに牛すじと一緒に煮た返しを加えていきます。この状態で飲めば一発で煮干しってわかるんですが、まあこれがどうなるんですかね。では牛脂やギミックヘッドを浮かべて食べていきましょう。ラーメン清流母濃厚な煮干し醤油ラーメン完成です。それではいただきます。うん、スープだけの時はすぐ分かったけど、ヘッドが入ると確かに分からないですね。後味で少し煮干しっぽさを感じるんですが、逆に鮎の時に感じないので、これが鮎の味かって思われてもしょうがない感じがしますね。1日1万円以上横領してたってことは、横領しなきゃかなり経費を節約できてたってことですよね。安本の言ってること意外と正しいのかもしれません。濃口醤油ラーメンにはラーメン発見デーの主人公藤本が作ったネギ油バージョンも存在します。今回はそちらも作って食べ比べしていきます。大量なネギの頭の部分をフライパンに入れて、ニンニクと生姜、サラダ油でゆっくりと火を入れていきます。焦がさないようにゆっくり揚げる感じですね。全体的にきつね色になってきたらザルでこしてネギ油の完成です。では丼に返しと鮎の出汁のスープを入れて2種類のラーメンを仕上げていきます。麺はトップバリューの北海道小麦の極細縮れ麺を使用しました。白の丼の方にはネギ油を浮かせて、黒の方には牛脂とギミックヘッドを入れていきます。それぞれにトッピングしてネギ、チャーシュー、メンマ、煮卵を乗せたら、藤本作ネギ油醤油ラーメン完成です。それでは食べていきます。いただきます。うん、確かにネギ油ならばこってりしつつ鮎の風味を感じることはできますね。でも芹沢さんがやけくそで作ったこの濃口醤油ラーメンが結構うますぎるんですよね。魚介、鶏ガラ、豚骨スープに牛脂を入れたことで4つの風味が奇跡的にマッチして、とんでもないうまさのこってりラーメンができてますね。これちょうど背脂ちゃっちゃ系が、まあ、増えすぎて飽きられて廃れてきた時のタイミングでこのラーメンを出したから爆発的に評価されたんじゃないかという仮説が立てられますね。鮎の煮干しを使う必要はないけれど、この4つの風味のこってりラーメンは確かに看板メニューにはふさわしい味でした。ネギ油ラーメンはこってりしつつ鮎の風味を感じることはできるけれども、それだったら薄口醤油ラーメンで良くないって気はしますよね。薄口醤油ラーメン同様に本当に鮎の煮干しの味が分かる人にしか評価されないんじゃないかなと感じました。そして安本の清流坊の廉価版コピー、ラーメン屋高地を退け廃業に追い込んだ清流坊の新看板メニュー、伝説のラーメン濃口ラーメン会は近日公開いたします。チャンネル登録してお待ちください。それでは今回の研究結果です。濃口醤油ラーメンは作中ではバカ舌が喜ぶラーメン扱いでしたが、実際作ってみたら4つの風味が複雑に絡む清流坊の看板にふさわしいラーメンでした。これで人気が出たのは納得です。ヘッドは牛脂を溶かして天かすに吸わせるとギミックヘッドが作れます。片口イワシの煮干しで作っても遜色のないラーメンは完成します。これで真似したラーメン作ったら流行るんじゃないかなって気はしますね。ネギ油ラーメンだったら薄口醤油ラーメンを食べた方が美味しい気がします。今回紹介したラーメン最有機の芹沢さん、芹沢さんのエピソードを集めた総集編です。こちらを読んでから今回の動画を見るとさらに面白く見えるかと思いますので、ぜひこの機会に読んでみてくださいね。そして現在芹沢さんのポップアップショップが全国を回っております。現在東京で開催中ですね。4月30日までとなってます。僕も明日あたり行こうと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。ついにリクエストが多いので中華一番と翔太の寿司の合併本を、まあ、電子書籍の方で購入して今コツコツと読んでおります。よかったらそちらの方からもリクエストお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。